はい、こんにちは。日本改革党クツアーです。ペリズマイ様、ペリズマ様、ご支援ありがとうございました。国際で別々にいただいてるんですけれども、それも変だなとちょっと思っておりますけれども、何度も何度もご支援、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動を資金にさせていただきたいと思います。昨日ですね、警視庁に出頭要請、されたガーシー参議なんですけれども、なんか動画でですね、俺は逃げも隠れもせんとか言っちゃって、だってお前ドバイに逃げてんじゃんって即ツッコミ入ってて、爆笑して、しまいました。まあ動画を見たわけではありませんけれども、そういうことがあったというのを見かけて大爆笑。岸田総理、防衛費増税は総選挙後、増税の時期が2024年から2027年の適切な時期である。それまでには選挙があるしということで、まあ嫌だったら落としてみせろみたいな強気の傲慢な態度取っちゃったみたいであります。ネットの話です。岸田だけ落選させられないものか。広島選挙区ですか。まずは統一地方選で自民党を大敗させなければ増税されてしまう。そこまで言うなら今すぐ解散しろ。論外吉外野党ばっかで選択肢ねえんだわ。岸田が傲慢な理由はこれと。茨城県議選でですね、現職9人が落選して岸田絶句した。あ、そうであります。次は統一地方選で自民党をですね大幅に減らしてですね、増税阻止っていうのがいいんですけれども、男女共同参画費予算を削れであるとか、外国人生活もやめろであるとか、そのね、増税前に、防衛強化は賛成だけど、安易に増税する前に、こんないらねえもん削れっていう国民の声は届いてるんでしょうか。なんかね、岸田総理、テレビと新聞しか見てないんじゃないか。情弱っつうんですか。あと官僚が、まあ、自分に都合いいデータ出してくんの、それしか見てねえんでねえべが、なんて思えるんですけど、統一選でですね、日本改革党候補がいるとこは、こちらにご投票お願いします。自民党じゃなくて、自民党地方議員、特に、おじいちゃんは、全然ダメですからね。何にも分かってないですからね。言うことはパヨパヨと一緒ぐらいの変な人いますからね。何も知らんからね。無知、無知情弱。テレビしか見ねえ、新聞しか見ねえ、って人がまあ半分だな。地方の自民党議員なんて言うとな。中国本土で強毒型コロナ蔓延を受け、中国人入国者に検査を義務付けだそうであります。ネットの話、入れるんかい。全然学んでねえ。違う、そうじゃない。初期もうそれで蔓延しただろうが、中国から入れるなら最初から陽性だったらどうなんの。アメリカは入国禁止にしたぞ。入国禁止にしたんですよ、アメリカは。中国からはダメねっつってビザ発給停止、水際で阻止したいんだろうけど、まあ無理だな。風邪薬買い占めに何百万人も、検査で陽性だとホテルに7日間隔離、空室足らなくなる、しかも全部税金で7日間ホテルで、治療してやる、しかもタダでみたいなことなってね、何百万人も陽性だったらどうすんですかね。部屋も足らんし、財源もねえし、治療薬も日本人の分までなくなっちゃうんじゃねえの。医療ソースどうすんだろうね。そうなる前にやっぱ入国禁止ねってすんのかわかんないですけど、いっぺん親げどしねえとわかんねえんだなこいつらはな。厚労省も内閣もね、米国はすでに中国方面からは入国、禁止措置。なんでこれできねえのか。岸田が総理、ウミガメが外務のうちはできねえのかな。この全員検査措置について中国共産党記者会見開いてまで文句垂れておりました。正常な人的往来に影響を与えるべきにはない。あとですね、貿易は科学的に行うべきだなんても言ってたらしいであります。ネットの話、うるせえよ偉そうに。都市封鎖資産に
よく言うね、都市封鎖して自分とこはロックダウンして人の往来ゼロにしてたのによく言うよなっていうね、人の往来ってお前らロックダウンしてたろ、この間まで鎖国に近い状態やったのによう言うわ、甘えたこと言ってんじゃねえぞ、岸田じゃなかったら入国禁止だ、感染大爆発しといて笑わせんな、お前らも入国者全員検査してるだろうが、中国も全員検査してんだって、中国ぐらいに入ってくる外国人でですね、5日間強制でホテルに隔離してですね、だから今行ったら5日間無駄になったから行く人あんまいねえっていう措置を取っている、なのに日本に対しては文句を垂れるっていうですね、アメリカは怖いので日本に偉そうなこと言ってみました。まあこれだろうな、なんか生きてないと死んじゃう病気なのかもしれないですけれども、嫌なら来なければいいだろう日本に、いい何言ってんだって話ね、強毒型コロナのゲノム解析を禁止しましたよ中国共産党、防疫措置は科学的で適度なものでなければならないって、ゲノム解析禁止しといて研究すんなってやっといて科学的でなければならないってなーに言ってんだっつうね、中国共産党もパヨと同じくですね、何か言ったなって思ったら全部ですねお前が言えなって怒鳴りつけてやれば済むっていう説を唱えさせていただきたいと思います。自分とこがめちゃくちゃなことをですね薄めるために世界中めちゃくちゃにしたろってことなのかな、鎖国に近い状態で言ったんですけども、今後は自由に海外旅行行っていいですっつってビザの発行再開したそうです。世界中もめちゃくちゃにしたろって思ってんのかなーって、3年前見たくですねエレベーターのボタンやドアノブに唾かけてく、唾かけまくる中国人の動画はが出回るんでしょうか。岸田総理、人の往来を止めることがないよう可能な限り配慮して実施すると発言しておりまして、いやいや人の往来止めなきゃダメだろ、非難豪語、バカなのかな本当にな、バカなんだろうな岸田総理な、もうダメだこいつ何にも分かってね、がっかりするやら呆れるやら、岸田総理長男を情報漏洩の件で尋問したそうであります。富士の総理番記者女性についてこの件だけは違うなどと弁明したそうであります。他にもあるんかい、他は全部お前の仕業か、ツッコミ多数入っておりました。長男は不明だが女性記者の方は既婚と判明。ネットの話、語るに落ちてて草、間抜けは見つかったようだな、この件だけって余罪ありかよ、じゃあ他の件はこいつの仕業なんだな、典型的なバカボンじゃんか、人妻のハニトラに引っかかったのか、自民党ってハニトラ多すぎ、親子ともども政界から引退しなさい、まあこちらがその例の人妻なんですけれども、甘いミルクアンドハニートラップというですね、長嶋さんっつったかな、試験なんですけど、だけって女性のことなのか漏らした情報のことかなのかは不明、その人だけは違う別な女性がいるなのか、この情報だけは違うのか、例えばですけど久しぶりにできたやった日中首脳会談なんかの ASEAN かなんかのついでにねやった日程であるとかそういうのも漏れてたらしいんですけど、それだけは違うって、その情報だけって意味なのか、この人この女性だけは違う、この人とはやってない別な人とやってるっていう意味なのかちょっとわかんないですけれども、まあ未だ処分の発表なしですよ。すでに大臣を4人も辞任させてるのに息子はお咎めなしって甘すぎんじゃねえの、今後の続報待ちですけどね。ボンボン長男ね、女性記者の旦那さんに慰謝料請求されると面白いな、こういうのの相場は100万円から300万円だそうです。まあ期間とか回数とかにもよるんでしょうけど、まあ最大300万みたいですね。何年にもわたり何回もというか言うと300万、1回こっきりなんて言うと100万、とかなのかどうかは
わかりませんけれども、私、請求されたことないんで、請求したこともないんで、赤旗記事、学問と表現の自由を守る会、伊豆で来たんだって話なんですけど、なんだそれ。学術会議、会員選考に外部意見も取り入れるっていう政府改正案に反対。キム、日本キリスト教協議会、総幹事、抗議の声を上げるとき。なんでキリスト教が学術会議に関係あるんだって話ですよね。学者でも何でもねえのに。佐藤学東大名誉教授、学術会議潰しだ。まあこっちの方はわかりますよ、学者だったらね。文化人、ジャーナリストだって、宗教家など127人が集まって、声明出したそうなんですけど、なんで宗教家が学術会議に関係あるの。関係ねえ。ネットの反応です。キムギャグかな、正体隠す気なし、それ援護になってね。日本キリスト教なのに共産党で勤務、税金もらわない方が独立性が高いんでは。では予算から完全に切り離しましょう。資金的にも独立したらいかがですか。異様にこだわる、相当にあれなんだろうね。結局ここもここもコラボと同じような、税金もらっておいて独立性笑わせないよ。学者ども、口は出さない、金も出さないでいいじゃない。政府が3から6年様子見て、場合によっては解体って言ってんだから無理ですよ。もう、あましごねてっと解体時期早まるぞって話でね。共産党員平均年齢が70歳超えちゃったって聞いたけど、6年後にお前らまだまだ元気なのかって話。解体するぞって言った時に声上げられんのかって話ですね。誰しもがですね、文と高田健78歳みたく寒空の中ですね、元気にデモや反対集会やらに参加解禁できるわけじゃないからな。まあ主催者だから行かないってわけ行かないですけど、こいつら本当にですね、金はもらうが口は出すなって通ると思ってんのかね。今までそれが通ってきたのが異常なんだよ。おかしいってことなのか、甘えんね。左翼は甘えですね、まさしく。このようにですね、パヨは使用言語が我々と違うんで、話し合いは全くの無駄です。話しないでください。全くの時間の無駄ですんで、話はしない。あいつらは話し合いで戦争回避とか言ってっけど、同じ日本人なのに、まあ日本人かどうかも疑わしいですけれども、話通じねえんだから、そんなのできるわけない。何言ってんだバカ。という、お前が言うな。何言ってんだバカ。で、大体、すみますね。パイロットの会話はね。というわけで、メール党員さん、大募集であります。明日ですね、メール党員さん限定の、忘年会は。なんか会場の定員の都合で早々に締め切っちゃいましたけれども、新年会もやらせてもらいますんで、その時はまたよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。